こんにちは、M36494 です。今回はドラゴンクエスト10のスペシャルバトル。勇者姫と魔勇者ですね。初見やっていきたいかなと思います。推奨戦闘力2万3000で、このパーティーでいきたいかなと思います。女、ダークドリアム、ハッサン、シドウ、ビアンカですね。で、リーダー属性は敵の守備力マイナス 20% の総戦闘力 26,347。証券いってみましょうか。マルティナだっけ。徐々に思い出していくパターンですね。相手の距離にいると負けると思うので。もう一回やるかもしれない。相手の距離にはいかない。ごめん。ああ、出た。で、2ターンずつだな。そうでしょ。ちょっと待って、ね、もっもう一回押してください。1ターン目ちょっと陣営を下げる。そしてある程度ターン消費した方がいいってことですね。ビアンカそんないらないっていう感じすんな。これそんなさ、
ちょっと変な移動しすぎ。いかに枠の外に出すか的なやつ、枠の外で戦うかゲー、ざけんなよ、シート、ミスって何？よし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 。2-2。おお、耐えた。あれ、行ったん？ああ。どうもありがとうございました。ビアンカがいらない。はい。ということで、もうちょっと、戦略を整えてから、出直したいかなと思います。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。